ダダメールは、ウェブベースのメーリングリスト管理システムで、告知用リストに向いている。ダダブリッジというプラグインを使うように設定すると、討論用リストの作成にも使えるようになる。ダダメールは、GNU 一般公衆利用許諾契約書の、条項のもとに配布される、フリーソフトウェアであり、パールで書かれている。ダダメールは、閉会路、オプトイン式の登録と閉会路。 オプトアウト式の登録解除ができ、告知専用あるいは討論用のリストで複雑なメッセージを送信でき、送られたメッセージをアーカイブして、閲覧、検索、再送信したり、RSS やアトム形式のフィードとしたりできる。伝統的な電子メールのメーリングリストソフトウェアとは異なり、ただメールにはコマンドを電子メールで送る、形の電子メールインターフェースがない。 その代わり、ほとんどのメーリングリスト運用をウェブベースのコントロールパネルで行う。閉会路、オプトインによる登録では確認のための電子、メールメッセージを送るが、その中身は一位な確認用 URL が書いてあるだけである。ダダメールは1999年12月に初めて書かれ、2000年1月にバージョン1.0としてリリースされた。 これは、ジャスティンのコロラド大学ボルダー校での一回異性の前期と後期の間にあたる。元の名前は、モジョメールで、ジャスティンがある、ヒエリの顧客のためにメジャードもの電子、メールインターフェースと格闘した末に、このソフトウェアの後継となるものを作りたいと思うようになったことから名付けられた。モジョという言葉そのものは、ドアーズの楽曲、L.A. ウーマンの歌詞の一節から取られた。 ミスター・モジョリシンこれはジム・モリスンのアナグラムである。2003年12月1日にこのプログラムの名前は変わった。ジャスティン・シモニがメディアプレックス・インクの代理人弁護士からこの名が同社の商標を犯しているとの親書を受け取ったためである。名前はダダメールになった。ダダは20世紀初頭の反芸術運動を指す。ジャスティンは ダダメールを関連的な芸術作品と捉えていた公式ウェーブサイトソフトウェア表。ありがとうございます。